はい、今回は新車紹介。はい、今回ご紹介するキャンピングカーは新車、フジカーズオリジナルキャンピングスタイル、フォックスのシエスタです。ベース車両はトヨタのハイエース、スーパーロングキャンパー専用車。サイズは全長5m38cm、 幅が 1m88cm、 高さが 2m29cm です。乗車定員は8名、就寝定員は3名になってます。で、燃料の方がガソリンであれば排気量が 2700cc、 ディーゼルであれば 2800cc になってます。ミッションの方はオートマ、駆動方式は2駆4駆ございます。標準装備としてはデュアルエアコン、走行充電、外部電源、外部充電、105Aサブバッテリー、リアヒーター、直流40リッターの冷蔵庫、バックカメラ、車高カーテン、給排水タンク10リッター、フリップダウンモニターがついておりまして、この価格となっております。早速近くの収納を見てみましょう。ハイエースの横座りの収納はここですね。撮影時には気づかなかったんですけど、横からも取り出せるようです。これ意外と便利で、ハッチバック開けるかシートを持ち上げないとアクセスできないんですけど、横にも扉があると便利ですね。次に反対側、こちらは横に扉はありませんでした。左右どちらも奥行きがあります。で、ここに宮大工工法と書かれていましたので、ちょっと調べてみました。キャンピングカーは走行中常に振動があるんで、通常よく使われるビスや接着剤での固定ではどうしてもガタつきが出てしまうということなんですけど、フォックスの家具は神社仏閣で使われる非常に耐久度の高い溝とほぞで組み付ける宮大工工法で作られているので、安心できる長期使用を実現できるということです。はい、右下に目を下ろしますと外部電源のソケットがありました。それから横に回ると靴箱ですね。各スイッチと収納がありまして、こちらも収納。この手すりいいですね。ゆったりくつろげそうなソファーですね。で、シンクの横の気になるこれは冷蔵庫、上からの出し入れをかがみ込まなくていいので助かります。で、シンクはこんな感じでした。そして収納、いろいろございます。これはマガジンラックでしょうか。ほんといいみたいですね。で、こちらがフリップダウンモニター、うちにも欲しいです。運転席はこのようになってます。前方はどのようになっているんでしょうか。はい、最後にカメラの具合で車体が丸くなってしまったところで、今回はここまで。撮影させてもらったのはフジカージャパン神戸西宮店でございます。
検討される方は概要欄に連絡先を掲載しておきますので、お問い合わせしてみてください。これからも時々キャンピングカーの新車中古車情報もアップしていきますので、お見逃しのないようチャンネル登録とベルのマークを全てに設定して新しい情報をチェックしてくださいね。以上、上ちゃんの3連続投稿でした。それではまた次回、バイバイ。